こんにちは、岩田書店の岩玉です。毎週火曜日更新の岩ラジオは、北海道で1万選手をやっている岩田書店の中の人である岩玉がただ喋るラジオ番組となっております。お食事の支度中、移動の車の中、作業中のながら聞きのともにどうぞお楽しみください。相変わらず口回ってませんね。月曜日の朝、いつも月曜の朝一に撮ってるんですけど、いや月曜日といえばさ、週刊少年ジャンプがまたジャンプの話つくけどさ、発売ですよねっていう。でさよ、ジャンプって要するに今度月曜になった瞬間に発売なわけよ。意味わかる？電子版を買ってる方は12時回ったら読めるんですよ。そうしたらさ、朝一起きてね、まず私ツイッターをね、こうチェックするわけですよね。タイムラインがね、大変なにぎわいを見せるというね、そのタイムラインを見ちゃいけないんだけど、私別にネタバレそこまで禁止な人じゃないから、なんていうかな、まあ、チラチラとさ見ると、あ、なるほど、なんとなく流れの予想がつくというかね、もうこれから私読むんですけれどもね。いやー、読んでから喋ろうかなと思ったけどさ、読んでからだと多分ちょっと話長くなっちゃう。普段それではなくても長いという。先週号ですらね、先週号の呪術廻戦の話なんですけど、もうなんか大事な話とかいろんな話する前にこれ喋っちゃうんだけど、日車ひろみさんのね、弁護士の術式で裁判っていうのが、領域、まあ、その呪術の種類として裁判なのよ、テーマはね。それで、虎杖悠仁が10月31日に渋谷で一般人を大虐殺したっていう風に言われて、で、ユージがそれをもうあっという間に認めてしまうっていう、パチンコのね、下りであんなにグダグダやってたのに、それを秒でもうノータイムで認めて、そう、これはもう自分がやったって言い切って、有罪判決が下るっていうところまでが先週だったんですよ。もうさ、ほんともうさっていうね、もう本当にですよっていう、もういろいろ辛くなっちゃって、でそっからの今週号でしょ。もうそんなのさ、日車さんのね、弁護士っていうのが彼のさ、なんていうの、そのキャラクター設定としてあるわけじゃない、一本。じゃあ弁護士としての矜持がそれを絶対に許さないはずなんですよっていうさ、はあ、流れからの月曜日で今日楽しみだなっていうことですよ聞いてくださってありがとうございます。本当にみんなね、わけわかんなくてポカーンとしてるだろうけどね、この何が伝われって、私の熱意それが伝わればいいなっていう、それぐらいですかね、本当。ありがとうございます。先週はですね、結構いろいろあったかな。そう、1年以上ぶりに札幌に行って仕入れをしたりとかしてました。本当に久しぶりすぎて、いろいろあれこんなんだったみたいなことが結構起きてた。大丸富士セントラルさんに行って仕入れをしたりね、いろいろするんですけどね、まあ、そんなことをしたりで、ついでにいろいろ見てきたんですけどね、なんかやっぱ知ってるお店がなくなってたりとかは、まあ、あるでしょうとは思ってたけどさ、まあ、でも欲しかったものとか、欲しかった以上のものっていうかね、こう買い物できて、やっぱりもう最近ほぼほぼネット通販に頼りっぱなしだったんですけど、いいですね、ショッピング。その代わりね、本当に久しぶりすぎて、もう足が秒でこんなに足疲れることあるっていうぐらい足疲れちゃってね。あと、たぬき工事面白くなってた、やっぱり。前からなんか面白いなと思ってたんですけど、ちょっとね、ほんと端から端まで歩いてみたのよ。したらさ、おっていう感じのお店がやっぱり続々とあって、あれこんなんだっけみたいな。うわ、ここ懐かしいっていうとこもあるけどね、あとなくなったお店とかもあるけど、いやー、なかなかね、やっぱたぬき工事蘇ってきてるなってっていうのが感想ですよね。それで、あと私が一番興奮してたのは、地下歩航空間ね、地下歩を歩いて、ここを七海と五条が歩いたんだなっていう妄想をして、五条背高いからな、結構あの辺ぐらいまで行くのかなっていうことをずっと考えながら歩いてたっていうキモい話。七海と五条は札幌に来たんですかって思う一般の、ね、方もいらっしゃるかもしれませんけれども、小説版っていうのがありましてね、ノベライズがあるんですよ。でノベライズでね、札幌出張来てんの、2人で2人で来る必要あるなんだけどね、もうそこ、まあいい話なんですよこれがっていう、語るの長い道民のね、喜びっていうね、そんなことをハーハーしながら思って
呪術廻戦ゼロの映画が12月24日にねあるので、そうだと思ってなんかフライヤーあるかなと思ってシネフロにちょっと寄ってみたらね、グッズなんかも売っててさ、ゼロのグッズじゃないんだけど呪術廻戦のグッズが並んでて、しかも私欲しかってね欲しかって買えなかったやつがあって、でハーンって買って帰ってきましたというね。もうこれほっといたら呪術の話しかしないわ、ダメだわ、違う話しようね。あ、そう、それでまあ札幌に仕入れに行ったっていう話と、あとは出版社の方が、まず A というね、とある出版社の方がね、毎年この時期になるとお土産っていうか、とんでもない量の牡蠣を、海のね牡蠣だよ、生牡蠣をくれるっていうのがね、本当にね、みんなが想像する5倍ぐらいとんでもない量だと思うんだけど、殻付きのね牡蠣を、なんていうかな、今浜から揚げてきましたみたいな状態、網っていうか網に入って、何リットルだろう、50リットルぐらいのゴミ袋にパンパンになるぐらいって言えばいいの量の表現で言えば、それをね朝一ドーンって届くわけですよ。それをまず朝一でさ、なんかほら生の牡蠣って1秒ではもう早くどうにかしなきゃって思う気持ちない？あるよね。それでもうブワーって寄り分けてお店のスタッフとかに配って、でその日の晩は美味しく牡蠣をいただくという、なんか羽品っていうのかな、そのね牡蠣ってさ、なんていうの、やっぱりその何でもそうだけど、商品ってほらね、出荷するこう適切なサイズであるとかね、こうあるでしょ、そういうより分けるね。で野菜とかもそうだけど、牡蠣ってさ、そういうのが多分多いんじゃない、2、3個合体してるとかってね、あとサイズが満たないとか、そういういろんななんかあるんでしょ。でそういうなんかちょっと出せないような塊をすごい信じられないぐらい値段安く買えるっていう、現地だとねっていうのがあって、現場で買って、で札幌に戻る道中届けてくださるっていうね、素敵な出版社のおじさまがいらっしゃいましてね、本当に毎年美味しい思いをさせていただいているという、もうさ、レンジでチンとかフライパンでちょっとこう蒸すっていうかね、まあやるだけで本当に何もいらん、何も味いらん、味濃すぎてもうかき汁しょっぱいぐらいって感じるぐらいね、本当に味濃くて美味しいのをいただいたっていう話です。いやありがとうございました。それからもう一人ねまた別の、それはね別にあれです、川出書房のね出版の方とがね、久しぶりに本当に1年ぶりぐらいに来ていただいて、これはあれです、虹色図書館つながりのねあれで、本当にさ、でそう虹色図書館の蛇男1回目ね、でそれの第3弾がもうすぐ発売になりますので楽しみだな。本当に私ゲラ読んだんですけど、あ、今回はこの子にスポットを当ててそっちからそういう風に見るのねっていうのがね、もうね、いや、よかった、本当になんかねいいです、あの本はどんどん読めば読むほど良くなっていく。そしてさらに今回新キャラ登場なんですよ。それがね、多分私性癖なんですよまた来た、またね、はーってなんかねなってね、最後の最後でね、ちょっとまた動揺を隠しきれずみたいなのがあったので、ぜひまたねたくさん売っていきたいなっていうね。よかったら虹色図書館シリーズ、川出書房新社から出てますので、これ北海道ゆかりのっていうか、まあちょっと隣の隣ぐらい岩見沢市っていうね、氷室冴子青春文学賞っていう、氷室冴子先生の名前を冠した青春文学賞っていうのが立ち上がって、それの第1回の受賞作品が虹色図書館の蛇男っていうね、あれなんですよ、桜井鳥夫さんが書かれた。で岩田書店もその作品をすごいいっぱい売って、でさらには本を読む時のハンドクリームっていうのを開発して、それに鳥尾さんに書き下ろしの物語をいただいたりとかっていうね、いろいろねやってね、やらかしてねいるっていう、すごいよくしていただいてるあれなんですけど、やっぱりねずっと読み続けられる、読み継がれていける作品だし、ブックガイドにもなるんですよ。図書館の話なので中に司書さんが出てきてね、でこういう本がああいう本がっていう懐かしい
と思われる、ね、昔からの作品の名前とかがいっぱい出てきてきて、わー懐かしいって思ったり、あこれ読んでないんだよなっていうのがあるかもしれない。だからそういう時のブックガイドにもなるっていうね。この本を読めば次にじゃあこれ読んでみようかなって思わさるっていうこのなまってるのね、思わさる作品なんですよ。北海道弁だね、なんとか猿っていうね、ビールなんぼでも飲まさるとかね、あのなんとか猿っていうのは、そうそうそう、あの自分の意思ではないけれどもこういう風になってしまったっていう事象を指すっていうね、こういや自分は悪くないんだけれどもこういうことが起きてしまったよっていうね、そういうなんかこう言い方なのよね、独特だけどそんな話。そう、それももう少しで発売ですね。そうそう、その川での方もちょっとお店に来ていただいていろいろお話をしました。楽しみだなぁ、いろいろね新刊出ますし、まあ楽しみといえば社長の本が来月出ちゃうんですけど、どうしましょう。本当にね、頑張って売らないといけないぐらいね、初版私が想像してたのの2倍ぐらいはね刷っていただけるようで、あのビビり散らかしてるんですけどぜひあのよかったらホームページからお申し込みでサイン本の発送を受けたまっておりますので、よければどうぞご利用いただけるとありがたいです。久しぶりに宮部みゆきさんの古いやつをね読み返してるの、私すっごい好きなのがあって、 RPG っていうね、あの短編っていうか書き下ろしの文庫なんですよ。それをがすっごい昔好きであの読んでたんですけど、あの超すごい好きなセリフが最後にあるんですけど、そのセリフを探しきれなくてもうダメだと思って最初からまた読もう、結構忘れてたから内容もね、もう真っ赤読もうと思って今読み直してるというねのを今やってます。私宮部みゆきさん、いやまあ好きですよ、本当に面白いし好きだし、うん、なんていうかいいよねいいよねと言いつつね、歴史もの書くじゃないですか宮部先生。そっちはねあんまり読んでないの私、うん、現代版の方は結構読んでる。なんだっけ、パーフェクトブルーとかも好きだった。ああいう感じで好きなんですよね。あとはコミックでダンダダンをようやく一巻を読んで、あやっぱ絵がうまいしすごい面白いなっていうのを思いましたね。やっぱ流行ってるだけあるわって、今更読んだ、ずっと買ってあったのに読んでないっていうね。そう、もう最近さ、買ってとりあえず買っときゃいいやみたいな感じで漫画をね買うんだけど、もうどこまで読んだとか全然なんか記憶なくて、でウィンドブレイカーって講談社のさヤンキー漫画、あれもねキャラ良くて、なんか多分アニメ化したらすごい流行るんだろうなっていう感じの漫画なんですけど、そのウィンドブレイカーもさ、なんか買って1巻だけ読んでその後ずっと買ってたはずなんですけど、なんか3巻見当たらないとかさ、もう本増えすぎ問題っていうのがすごくて、でちょっと昨日お休みだったので本棚に手を出そうかなと思ったんだけど、あの一回触ると多分もう終わるまで離れられないと思ってやめましたまた諦めた、ほんとすぐ諦める。でもさ、あの本棚をどうにかするっていうのはさ、なんていうの、もう就活レベル、本当に。だってね、私の尊敬するさ、こんまり先生はね、本は本棚に挿したまんま整理しちゃいけないよっていう、わかる。一回手に取って引っ張り出してみないと、あのね、なんか蘇らないの。いや、ほんとね、これね、わかるんですよ。だって棚卸ししててもそう思うの、お店で。こう棚をね、ざーっと目で見てるじゃないですか。で、目で見るんだけど、棚卸しの時は一冊一冊手に取ってそれを読み取るっていうね、こうスキャナーで作業が発生するわけ。さ、読み取ったら、出てくる。何言ってるか分かんないでしょ目で見えてるはずなのに、手に取って引き出した瞬間に、あれこんな本あったんだみたいなねことを毎回思うわけだからね、あのやっぱね、本は眠ってるんですよ、棚にあるっていう状態では。ということをお伝えしたいと何言ってんだか分かんないだろうけど、なので本棚の整理は大変ですよっていうことを言いたかったという話です。まあ、あの今週も相変わらずの中身のなさというかですね、はい、安定しておりますけれども、北海道この11月22日、現在まだ積雪っていうか、あの、まあ、山とかも超降ってんだけど、あの
自分らの暮らしてる場所で積雪が確認されてないっていうね、ちょっとこうマジかっていう、いやありがたいんだよ、嬉しいんだけどさ、だんだんそわそわしてきちゃってさ、あれなんか大丈夫かなみたいな、いろいろこの反動が怖いみたいな本当に世の中の幸も不幸もね、そういう雪の積雪量とかも、ね、全て私は辻褄が合うと思ってるので、なんていうかね、こう楽したら楽した分反動が来るっていうね、こうなんていうの、いい時が続くとまたなんか起きるんじゃないかっていう、こうなんか防御の姿勢みたいなね、防御の心得みたいなのがあってさ、ちょっと怯えてんですけど大丈夫ですかねタイヤ交換無事に終わりました、車検とともに。車検は爆死しました、本当に。うん、直してまだ乗ります。もうさ、私の普段の態度から、うちの担当者から電話がかかってきて、もうあと4年ぐらいは乗りたいんだよねっていう一言目それと思ったけど、いや、うん、全然乗りたいと思ってますよみたいな、要するに新車買わないんだよねっていうのをさすごい言われて、いや、うん、乗りますよみたいな、じゃあ直しましょうみたいな、直しました。まあまあでしたもう本当に本当にもう車っていうのはないと困るのでね、だから大事に一応使ってるつもりなんですけど、私はほら車のこととか何にもわからないので、全部ディーラーにお任せで年に2回点検を入れ、タイヤ交換をしてオイル交換などをしていただきみたいな、もうキロ数はそんな乗ってないんだけど、やっぱ年数経ってるからね、だんだんねっていうところで、もうちょっとぐらいは頑張っていただきたいなっていう思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。したっけねー。